相手が扇久保選手って決まって、試合の映像この間ちょっと見てみたんですけど、マジでクソつまんねえなと。それお前が言うなって話ですよね。お前の試合もクソつまんなかったじゃないかと思いますけど。滝沢選手の試合とも見たけど、パッとしないのかな、あ、勝てそうだなって。なんか煽ろうとして強がってますけど、全然レベル違うんで。もう俺が言うことでスイッチ入ったんじゃないかな。ボコボコにして勝ちたいと思います。東京組と大阪組も全然レベル違うんで、大晦日は東京組の4人で、潰し合いたいと思います。俺というこの落とし穴にはまっちゃうんだろうなって。